一筆形状下の用心汚染中砂馬小痩せの看板、本田ダ主月は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。徳川氏の家臣。通称は作左門。協力2年、本田茂政の子として誕生。通称は、作左門で、強し進むで起こりやすいので、鬼作座と、あだなされた。三河国の戦国大名、徳川家康に仕え、 天野安影、郡力清長永と共に、三河三奉行の一人として、行政面に力を発揮した。奉行に登用された時、非道なことはせず、エコビーキをせず、明白に沙汰を遂げ、物事の拉致が早く開くので、皆が驚いた。また武将としても活躍し、永六元年、家康の寺部城運営陣に従い功を挙げ、一行、双乱の時には、その収門であったのを、 改めて聖書を立て祭り、ところどころに転戦している。また、小田原征伐においては、自ら勧誘した向井正綱と共に、梶原慶州率いる北条水軍を迎撃して、これを打ち破っている。ところが、小田原征伐後に、家康が北条死休領の関東へ移行後、豊臣秀吉の命を受けた家康により、上佐国古井戸三千国にて撤去を命じられた。その後、 出居先が、下佐国相馬郡伊野に変更される。文禄五年七月十六日、死去。去年六十八。家督は、長男、成重が継いだ。家康の次男、結城秀康の母、おまんは、家康の正室、月山殿の奥女中を務めていたが、家康の手がついて、秀康を身ごもった。家康は月山殿の臨機を恐れ、おまんをしげつのもとに預け、 秀康は主月愚にかくまわれている中村家住宅で誕生した。天正十三年三月に、家康が腫れ物をこじらせて渋滞に陥った時、治療を進める医師の話に耳を貸さない家康にこう、似やした主月愚は、殿にはさてもさても、分別のない庭か領事をなされた挙句犬地にされる、ことよ。ご自身で望まれたこととは申しながら、なんと惜しい命であることか、この作座を先に、 お供をつかまつる。されば根性のお暇ごよただ、今申し上げると切腹の準備に取り掛かったため、家康が折れて、守物の治療を受けことなきを得た。茂次は、気象が荒く、家康にも遠慮なく還元した。また武勇に秀出ており、三方ヶ原の戦いでは大敗した、徳川軍の中で、自ら敵兵数十人に囲まれて、絶体絶命に陥る中、 敵兵の繰り出す槍をたぐって一機を落馬させ、首をかき切ってその馬を奪って、浜松城に逃げ込んだという逸話も伝わる。性格に関して、新井白石は、重次は、恐ろしげに見え、言いたい放題を言い、資料のあるようではなく、武行など務まる柄ではないように思えた。だが心正しく、しかも民を用いるのに配慮があり、訴訟をよく聞き事を明らかにしたと評価している。 片目に加え、片足や、種子も総称によって欠損していたと伝えられている。茂次具は、たびたび秀吉の怒りを買っていたとされる。日本一短い手紙として、有名な、一筆形状下の用心汚染中砂馬小屋瀬の一文は、茂次具が、天正三年の長篠の戦いの陣中から妻に、当てて書いた手紙である。この、汚染は、当時幼子であった、着死。 戦地用のことである。なお、手紙の原文は、一筆申す日の用心汚染やせさすな馬子やせかしく、である。現在、丸岡城内には、一筆形状費があり、福井県堺市では、旧丸岡町時代の平成5年から、日本で一番短い手紙を募集している。また茂次は頑固で、他人に厳しい人物と見られがちだが、この手紙は、唯一の息子である戦地用。 心配し、自らが留守中に家中を取り仕切る妻に、家事に気をつけるように、使用人への徹底を改めてするように、そして五人の子のうち、男子は千千代だけだから、病気に気をつけ、武士にとって戦場で命を預ける、馬の世話を怠りなくせよと妻子を気遣う優しさが、見え隠れしている。なお、後に千千代は、豊臣秀吉への人質として、秀吉の養子となった。 結城秀康の故障として大阪に送られたが、その翌年に主月具は戦地を遠いの原子炉を無断で交代させた。主月具の行動は実施の安否と出世を懸念したとも、不遇の兄の子を出世させその出世を望んだ。とも解釈できるが、この行動が秀吉の怒りに触れ、主月具は家康によって、数佐国古井戸三千国にて撤去を命じられている。さらに、 結城秀康が越前藩一国六十八万国を与えられると、原子郎こと不正は不我老として三万九千国を与えられた。当時、千地横と成重は幕臣として五千国を与えられていたが、慶長十八年に、秀康の子、松平忠直の不我老として、越前丸岡四万国を与えられる。一説には、し次が送り込んだ老いの出世を見て、実証。 福井藩にねじ込んだとも言われているが、秀康の越前違法よりも前に四月具は死去しているのでこの話は成り立たない。大恵三年根流、茨城県取手市、浄土州鎮税派、京都東山の課長や町恩院直松寺で、四月具の菩提寺。四月具の着用した株と、具足、徳川家康より廃領の金銭、金頓銭などが収蔵されている。 一筆形状をモチーフに、財団法人丸岡町文化振興事業団が公募している一筆形状賞の入選作品を展示する資料館。ありがとうございます。